全国のキャンパーの方もキャンパーじゃない方もこんにちは、ヤキです。今回は雑誌付録紹介なんですけども、モノマックスの10月号、こちらが2024年9月9日発売のモノマックス10月号、こちらの付録紹介をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではキャンプに関する動画を日々上げています。日々上げているので役に立つ動画きっとあります。まだチャンネル登録してない方はぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。サブチャンネルも合わせてよろしくお願いします。はい、というわけで見ていきましょう。今回はコールマン、トートバッグ、モノマックスって書いてあります。はい。ではちょっと見ていきましょう。割とこれ大きいのかな？結構。なんかサイズありそうですよね。トートバッグ、今回の特別付録はコールマン水に強いビッグトートバッグということで、結構こう水に強い素材のようですね。触った感じなんかコットンっぽくて水とかも染み込みそうなんですが、内側ここがねツルツルしたコーティングされてますね。キャンバス生地のような見た目をしてるんですが、キャンバス生地ではないようです。キャンバス生地風の生地使ってます。で、でっかくここにコールマンと書いてあります。で、一応ね、15センチのノートパソコンも入るような大きさだそうです。前に大きなポケットがついてて、で、メインのところね、メインのところはファスナーがついてて、ファスナーを開けます。で、結構ね、大きいんですよ。こんな感じで結構大きいです。で、底の部分がちゃんとあるので、物を入れて自立させることができそうですね。で、まあ表面に撥水加工が施されているので、まあ雨とか汚れに強く。で、さっきポケットのところで内側にツルツルとした加工がされているとお話しましたけど、こっち側もね、何かこうツルツルとした加工がされています。まあこれで水に強いようにできてるのかなという感じですね。これだったらね、普段のね、お出かけとかにも使えるし、まあアウトドアでも使えそうなバッグですね。割と何にでも使えそうな便利な大きいバッグかなと思います。割とね、雑誌付録でよくあるのは、まあ小さいバッグとかは割とあったりするんですけど、これちょっと大きめのバッグとかっていうのはなかなかないので、便利かもしれないですね。これぐらいのちっちゃいサイズってよくあるんですけど、まあ、結構でかいので使えそうです。気になる方はね、購入してみてください。では今回の動画はここまで。チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。